フィギュアスケート、グランプリ、GP、シリーズ第6戦 NHK 杯、25日、大阪、東和薬品ラクタブドーム、女子公式練習。GP シリーズ第6戦 NHK 杯が今日25日、第2日を迎え、女子フリーは午後1時50分から始まる。午前7時40分から女子の公式練習が行われた。昨季 GP ファイナル王者でショートプログラム、SP、4位発進の三原舞依、24イコールシスメックスは右足首の故障の影響で今大会が今季初戦となる。フリーの曲かけ練習では3回転ルッツで転倒があったものの、3回転ループ、ダブルアクセル、2回転半を着氷。その後は3回転フリップなどを中心に練習し、最後までリンクに残って汗を流した。SP8 位発進の青木優奈、21イコール日本大は、大学4年生シーズンにして GP シリーズ初出場。フリーの曲かけ練習では動きを確認しながら、ダブルアクセル、2回転半、シングルオイラー3回転フリップを降りた。第3戦フランス杯5位で SP11 位発進となった樋口若葉、22イコールノエビアは、曲かけ練習で4種類の3回転ジャンプを着氷。3回転ルッツ2回転トーループ2回転ループの連続3回転ジャンプも降りた。その後はトリプルアクセル、3回転半を中心に練習し、両足着氷となるジャンプもあった。日本勢は2番滑走の樋口が午後2時5分から、5番滑走の青木が同2時29分から、9番滑走の三原が同3時8分からの登場を予定している。